インタースラービクもしくはメジュスロブヤンスキーはスラブ諸語をもとに作成された特定地域型の国際補助語である。スラブ諸国における代表者間の意思疎通を円滑にすることやスラブ語を知らない人々がスラブ諸国の人々と意思疎通ができるようにすることを目的としており、後者については教育的な役割も果たしている。インタースラービクは 半人公言語として分類することができる。古教会スラブ語の現代版とも言えるもので、スラブ人が数世紀にわたって他国のスラブ人とコミュニケーションするために使用してきた様々な即興言語の形式が取り入れられている。文法と語彙はどちらもスラブ諸語の共通要素に基づいており、人工的な要素は避けられている。図式主義の人工言語とは対照的に 自然主義の人工言語であり、習得の容易さよりも瞬時に、理解できる自然で、バランスの取れた言語を目指して開発されている。この言語には何、世紀にもわたる長い歴史があり、その歴史は、ボラピュクやエスペラントよりも古い。最古の記述は、クロアチアの司祭由来、クリジャニチが書いた1659から1666年にまで、遡る。 現在の形のインタースラービクは2006年にスロビアンスキーという名前で作成されたものである。スロビアンスキーは2011年に徹底的な改革が行われ他の2つのプロジェクトと合併した。その際、言語名称もチェコのイグナーツ・ホシェクが1908年に提案したインタースラービクへと変更された。インタースラービクの記述にはラテン文字とキリル文字を使うことができる。 グラムティクのイスカザンヘオブラスコムジェジーク由来クリジャニーチ、チョ、最初のインタースラービク文法スラブ共通語、あるいはハンスラブ語の歴史はハンスラブ主義と呼ばれる思想と密接に関連している。それは、スラブの文化的、政治的統一を目指すイデオロギーであり、すべてのスラブ人は、スラブ民族の一員であるという概念に基づいた、ものである。この信念によって、 スラブ地域の包括的言語も必要とされた。中でも最も有力な候補はロシア語であった。ロシア語はスラブ地域で最大の国の言語であると同時にスラブ人の半数以上にとっての母語でもあるからである。この選択肢を歓迎したのはロシア人自体が大半であったが海外の反スラブ主義者の中にもこの考えを好む者がいた。しかし、 その他の人々はロシア語よりも国境界スラブ語を使う方がより中立的でこの問題の解決策にふさわしい言語であると感じていた。数世紀にわたって国境界スラブ語はスラブ世界の大部分で管理言語として役立っており西ヨーロッパにおけるラテン語と同じような役割を果たしていた。正教会の典礼では未だ大規模に使われていたし国教会スラブ語は スラブ語の共通な祖先である、スラブ祖語に非常に似ているという利点もあった。しかし、古教会スラブ語は実用上の欠点も持ち合わせていた。それは、非常に古風な形の切りる文字で書かれており、文法は複雑で語彙は、現代の概念に対応した新しい言葉が不足していた。従って、初期のハンスラブ語プロジェクトは古教会スラブ語を近代化し、それを、 日々のコミュニケーションのニーズに適応させることを目的としていた。1665年、最初のインタースラービック文法が、クロアチアの司祭由来、クリジャニチによって書かれた。彼は、ルースキー語を話したが、実際にはほとんど教会スラブ語のロシア版と彼、自身の母語である、クロアチア語南茶方言が混合した言語であった。クリジャニチは、論文、パリティカを含む、 他の作品でもそれを使用した。スラブ語使いであるオランダのトム・エックマンの分析によれば、この論文で使われていた言葉の59%は、スラブ諸語で、共通の単語であった。残りの10%はロシア語と、境界スラブ語で、クロアチア語は9%、ポーランド語が2.5%であった。注意すべきは、スラブ人の誰もが理解できる言語で書くことを試みた。 最初の人物がクリジャニチではなかったということだ。1583年、もう一人のクロアチア人司祭シ,シメブディニッチは、ラテン文字とキリル文字の両方を使用して、ペトリスカニシウスのスンマドクトリニークライストニーをスロービンスキーに翻訳した。クリジャニチの後も、スラブの統括言語を作成するために、数多くの努力がなされた。注目すべき例は1826年に、ラテン語と、 スロバキア語で出版されたスロバキア弁護士やンヘルケリの普遍言語スラビカである。これはクリジャニチのプロジェクトとは異なり西スラブの言語に近いものであった。19世紀後半、ハンスラブ語プロジェクトは主にスロベニア語とクロアチア語の領域であった。多くの人々が国家意識に目覚めたこの時代、自分たちの国家を持っていたスラブ人はロシア人だけであった。 明確な国境はほとんどなかったが他のスラブ民族の大部分はスラブではない国々で暮らしていた。南スラブ語用の標準書を作成する数多くの努力の中で共通難スラブ語イルリアンも確立された。イルリアンは将来すべてのスラブの文学言語としても役に立つ。特に重要なのはスロベニアのオーストリア帝国スラブ民族主義者であったマティア・マヤールが 後にハンスラブ主義者へと転身したことであった。彼は1865年に相互スラブ聖書法を出版した。彼はこの著書の中でスラブ人同士がコミュニケーションを取る際の最善な方法は自分の言葉を出発点として段階的にそれを修正していくことであると主張した。彼はまず最初に各スラブ諸語の聖書法をハンスラブ聖書法に変えることを提案し、 続いて、主要ないつのスラブ語を比較した文法について説明をした。マヤールは言語そのものについての著書とは別に、キュリロスとメトディオスの伝記と1873から1875年にスロブヤヌで出版された雑誌のためにもそれを使用した。この言語の断片は、今でもゴーツチャークのマヤールの教会の祭壇で見ることができる。他にも、クロアチアのマティア、バン、 スロベニアのラドスラフ・ラズラグとボジダル・ライチ、マケドニアのブルガリア人、グリゴル・パルィチェフによっても反スラブ語に関する書籍が出版された。いずれも古教会スラブ語と当時の南スラブ語の要素を組み合わせるというアイデアに基づいていた。上記の著者たちには、スラブ諸語は別々の言語ではなく一つのスラブ語の方言であるという信念があった。彼らはこれらの方言が 相互理解ができないほどに文化してしまった事実を嘆いていたのだ。そして彼らが考案したハンスラブ語はこのプロセスを逆転させることを意図していたのである。彼らの長期的な目的は、個々のスラブ語をハンスラブ語に置き換えて一つの言語に統一することであった。例えば、マヤールはハンスラブ語を古代ギリシャ語や現代語のような標準化された言語と比較して以下のように述べた。 このように著者たちは新言語を構築したとは考えていなかった。彼らの著書のほとんどはスラブ諸語館における文法的な比較結果を提供しており、ハンスラブ語を歌っているとも限らない。彼らのプロジェクトが共通しているのは厳密に規範的な文法や独自の語彙は持ってはいないということである。 ボフミルホリー20世紀の初めになると、もはや文化してしまったスラブ語を再び一つに戻すことは不可能であり、ハンスラブ語という概念自体も現実的なものではないことが明らかになってきた。ハンスラブの夢の多くは失われ、ハンスラブ主義は二つのスラブ連邦共和国、チェコスロバキアとユーゴスラビアが誕生したことで満足しなければならなかった。 スラブ共通言語の必要性は依然として感じられていたが、エスペラントのような人工言語の影響によって、個々のスラブ語を置き換えるのではなく、補助言語としての役割を担う言語を作成する努力がなされた。この頃になると、インタースラービック活動の波は北方へとシフトし、特にチェコでの活動が盛んになっていた。1907年、チェコの糖尿病院。 イグナーツ法式は、オーストリア・ハンガリー帝国共通の文学言語として、現代スラブ語の文法を提案した。その5年後、別のチェコ人、ヨセフ・コネチュニーが、スラブ版エスペラントという触れ込みでスラビナを出版した。エスペラントとの共通点は、ほとんどなく、ほとんどがジェコ語に基づいたものであった。どちらも、自然主義的な言語のプロジェクトであった。これに対して、それらとは異なった。 別のチェコ人作者らによる二つのプロジェクトがあった。それは、エドムント・コルコップによるスロバンシュチナと、ボフミル・ホリーによるスラフスキー・エジクである。1912年と1920年に出版された両プロジェクトは、明確に簡素化の傾向を示していた。例えば文法は、図式主義的で文法上の性や格はなくされていた。1950年代には、 イジー・カレンのペンネームでも知られる、チェコの詩人で、元エスペランティストのラディスラフ・ポドメレが著名な、インターリング主義者のチームと共に成功なプロジェクトで、あるマゼジェス・ロボンスキー・エジーックで数年間、働いていた。彼らは、文法、単語リスト、辞書、学習コース、教科書などを書いた。それらは出版こそされなかったが、プロジェクトは、様々な国の言語学者から注目を集めた。 この言語は当時の政治的事情の影響からかを主にロシア語に基づいたものであった。反スラブ主義はソ連とユーゴスラビアの崩壊以降重要な役割を果たしていないがグローバル化やインターネットのような新しいメディアはすべてのスラブ人に理解できる言語に新たな関心をもたらした。古いプロジェクトの多くは忘れ去られていたが新しいプロジェクトの作者が 比較的容易にその作業を公開できるようになった時、新しいプロジェクトが出現した。それらのほとんどは、スロビッチへ巡りサークルに由来している。21世紀初頭、特にスロバキアのマーク・ヒューチコによるスロビオが名声を獲得した。これまでのほとんどのプロジェクトとは異なり、それは自然主義的ではなく、図式主義的な言語であった。文法は主にエスペラントに基づいていた。 スロビオは、スラブの補助言語としての使命を果たすだけではなく、エスペラントのような世界規模での使用を目的としていた。そのため、スラブ人の間ではほとんど受け入れられることがなかった。多くの国際的補助言語に、特有の高度な簡素化は、スラブ人以外の言語学習を容易にはするものの、自然なスラブ語から過度にかけ離れた人工的な言語は、多くの点で不便だと考えられた。 2006年3月、スラブ人が事前学習なしで理解できる単純で中立的なスラブ語が必要と感じた様々な国の人々からスロビアンスキープロジェクトは始まった。彼らが想定したのは人工的に追加された要素がなく、ほとんどがスラブ語に存在するもので構成された自然主義的な言語であった。当初、スロビアンスキーには スロビアンスキー N として知られる自然主義版とスロビアンスキー P として知られる簡素版が存在していた。前者はヤンファン・ステインベルヘンが開発を始めてイゴルポ・ポリャコフがさらに進めた。後者はオンドレー・レジニクが開発を始めてガブリエル・スボボだがそれをさらに進めた。両者の違いはスロビアンスキー N が6つの格を持つのに対してスロビアンスキー P は 英語、ブルガリア語、マケドニア語のように全知識を代わりに使用することである。これら二つとは別に図式主義的なスロビアンスキー S も同様に実験がされたがプロジェクトの初期段階で放棄された。2009年にはスロビアンスキーという名称の下で自然主義的なバージョンだけが開発を継続されることになった。スロビアンスキーには動詞の完全活用や 三つの性と六つの角があったが、明確な語尾と不規則性を最小限に抑えることによって高いレベルの簡素化が達成された。スロビアンスキーは、主にインターネットのトラフィックとニュースレター、スロビアンスカがゼータで使用されていた。2010年2月と3月に、ポーランドのインターネットポータル interia.pl とセルビアの新聞ビサンチのボスチに記事が寄せられた後、 スロビアンスキーについて多くの広報があった。スロビアンスキーに関する記事はその後すぐに、スロバキアの新聞プロベダ、チェコの放送局 T24 のニュースサイト、セルビアのブロゴスフィア、リーダーズダイジェストのセルビア語版、同様にその他の新聞、インターネットポータルサイトにも掲載された。ネオスラボニクロゴスロビアンスキーは、他の関連プロジェクトの開発においても重要な、 役割を果たした。ロズミオとスロビオスキーはどちらも、スロビアンスキーとスロビオの間の橋渡しをする努力をしていた。もともと、ポーランド系アメリカ人、ステーベン・ラズイコフスキーによって開発された、スロビオスキーは、単にスロビオの改良を意図していたが、徐々に別の言語へと発展していった。それは、スロビアンスキーのように、 完全版と簡略版という二つのバージョンが存在する共同プロジェクトであった。2010年1月、古教会スラブ語文法に基づきスロビアンスキーの語彙の一部を使用するチェコのボイチェフ・メルンカの新しい言語、ネオスラボニクが出版された。2011年、スロビアンスキー、スロビオスキー、ノボスロビエンスキーは、インタースラービクという名前で共通のプロジェクトに統合された。 スロビアンスキーの文法と辞書は、ネオスラボニックのすべてのオプションを含むように拡張され、固定規則ではなく、プロトタイプに基づいたより、柔軟な言語へと方向転換がされた。これ以降は、インタースラービクの同義語や方言として頻繁に使用されているにもかかわらず、スロビアンスキーとネオスラボニックは一つのプロジェクトとして、開発が進められている。同年、 初心者やスラブ人以外の人々のニーズを満たすことを意図した様々な簡略化されたスロビアンスキーとスロビオスキーがインタースラービックの簡略版であるスロビアントに改定された。2017年サイラーカンファレンスの後、メルンカとファンステーンベル編によって新しい一つの文法と聖書法によりインタースラービックの二つの基準を統合するプロジェクトの計画が開始された。 この取り組みの初期の例は、同会議に合わせてリリースされたスラブ文化外交に関する彼らの共同観光物である。ボイチェフメルンカとヤンファンステーンベルヘンインタースラービクには活発なコミュニティがあり、約350人のメンバーを持つインターネットフォーラムや1050人以上と751人以上のメンバーがいる2つのフェイスブックグループが存在している。さらに、プロジェクトは、 オンラインニュースポータルとウィキを持っている。人口言語に共通する問題でもあるが、人口統計データがないために、インタースラービク和社の正確な人数を把握することは難しい。2012年に、ブルガリアの作者 GEF は数百人の和社がいると述べている。また、Facebook ページでは4600人とも伝えられている。2017年6月には、 チェコのスターメステストヘルスケイ・フラジシチェという街の近くでインタースラビックの国際会議が開催された。プレゼンテーションがインタースラービックで行われたり、インタースラービックに翻訳されたりした。2019年の映画、異端な鳥で、史上初めて本言語が映画で使用された。インタースラービックの文字は、スラブ書語向けの各キーボードから入力できることが重視されている。 各スラブ語の聖書法には、ラテン文字を使う言語とキリル文字を使う言語があり、どちらが使われているかは、スラブ地域内の中央付近で分かれるため、インタースラービクでは、どちらの文字も使用することができる。また、ラテン文字を使用する言語であってもポーランド語の文字と、その他のスラブ語では使用される文字は同一ではなく、同じように、キリル文字を使用する言語においてもセルビア語、マケドニア語の文字と、 その他のスラブ語では使われる文字が異なっている。このことを考慮して、インタースラービックとしての公式な聖書法は定められていない。代わりに、各地域で様々な発音がされているスラブ祖語の聖書法を使用することができる。例えば文章を書いたり会話をする場合に、西スラブ語と東スラブ語の特徴である、甲子院と南子院の区別をするかどうかは、 和者が自由に決めることができる。民族言語ではないため、アクセントに関しても厳しい規則も存在しない。以下の共通音素は、すべてのスラブ語が持つ、基本音素のセットである。上記以外にも使用される文字がある。通常それらは、補助符号付きの文字で、スラブ祖語や古教会スラブ語へとつながる、語源情報を伝えている。これら文字の使用は、書き手の任意であるが、 使用することには以下の3つの利点がある。インタースラービックでは以下の合字が使用されることもある。ワイル、N、R、T、D、S、Z を何音か公害化した死音である。校舎 Y、E の前では何音か公害化して発音されることがある。必ずしも何音かして発音する必要はなく、高音として発音しても構わない。通常、 何王とかを示すにはアキュート、またはハーチェックと呼ばれる補助記号が使われるが別の書き方をすることもできる。母音の前で補助記号を使用すると文章が見づらくなるため J を後ろに置いて示す方法が推奨される。主格、カーン、属格、コンジャインタースラービクは屈折言語で名詞には3つの性、2つの数、6つの角、予格、増格。 全知覚の区別が存在する。スラブ語には、個格を持つ言語があるため、通常は表にも記載されるが、厳密に言えば個格は、格ではない。個格は、男性名詞及び、女性名詞の単数型にのみ存在する。インタースラービクに、漢詞は存在しない。スラブ語の複雑な名詞分類のシステムは4つまたは5つに、減少している。形容詞は、性、数、 格に応じて変化するが、常に規則的である。通常は名詞の前に置かれる。以下は、高音語感と難音語感の例だ。男性の列は優性性の区別で、左が動物、右が非動物である。高音と難音の形容詞を区別しない和者もいる。その場合は、ブロー語の代わりにドーブラ語、スフェゼ語の代わりにスフェソ語を書くことができる。 比較5末に引く愛をつけると比較級になる。スラブシーより弱い、パルネホシー、フラー最上級は比較級に、セット時、ナージマイナスがつく。ナハスラプシー最も弱い比較級に、福祉のボリエもしくはバイスモアをつけると、最上級のナハベリエ、またはナハバイズモーストになる。形容詞は、オをつけて福祉に変えることができる。ドブロ上手に。 スフェソ新たに比較級と最上級は、小松を引く、A へにすることで副詞になる。スラペへ弱く認証代名詞には、以下がある。JA 私は、対あなたは、オン彼は、オナ彼女は、オノあれは、マイ私たちは、B あなたたちは、オニ彼らは、彼女たちは、あれらは。第三認証代名詞の前に、全知詞がある場合、その前には N マイナスが置かれる。 他の代名詞は、形容詞と同様に変化する、奇数の1から10は、以下の通りである。1、ジェデン、ジェドナ、ジェドノ、2ダバ、DV、3サントライ、4シッティエリ、5ピ6シェスト、7セドム、8アザム、9ディベット、10デスットこれよりも大きい数字の場合、11から19、ではなどセットをつけ、10の位及び100の位にはデスット、ストをつける。 時々文字が変化することがあるが、ディボスト、トリストペストと DVST、トリスタ、PS、トンのどちらを使っても間違いではない。奇数の格変化を以下の表に示す。5から99の数字は、コスト型の名詞、または何形容詞のいずれかとして使用される。助数は奇数に形容詞語尾 Y をつけて示す。ただし、以下の例外が存在する。プラビ第一の ダラギー、ベトリ第2の、トレットジー第3の、シトベティ第4の、ストティ、ソットニー100番目の、タイソクニー1000番目の、分数は1未満の奇数に設備ジーナをつけて示す。トレッチな3分の1、シターキな4分の1、など、唯一の例外がパル半分である。インタースラビックには、下記のような別カテゴリーの数字もある。五感スラブ語は、 複雑な活用パターンで悪名高い言語として知られている。簡単に言えば、インタースラビックには2つの活用と2つの語感がある。ほとんどの場合、不定詞を知っていれば、語感もわかる。第1語感から第2語感を規則的に作り出せない、不規則動詞もある。ピサチカクピース、スパティネムル SPI、スバティオブゾアブ、ハテティホッスルホック上記の3ケースでは2つの、 語感をそれぞれ個別に覚える必要がある。活用法と時制は以下のような語尾変化によって示される。過去時制と条件法のマイナス、L マイナスの形式は実際には L 分子と呼ばれるものである。残りの分子は以下のように生成される。動詞的名詞は過去受動分子の末尾 ny、体を引くに体に置き換える。例、第二活用動詞の語感が S、Z、 t, d, ショートトンゴは zd で終わり、変化語尾が引く j で始まる場合には、以下の変化をする。不規則動詞不規則に活用する動詞がいくつか存在する。インタースラービックの語彙は、現代のスラブ諸語の単語比較に基づいている。比較にあたっては、スラブ諸語が以下の6グループに分類された。上記のグループは、対等に扱われる。インタースラービックの語彙は、 最大数のスラブ語話者が理解できるように編纂されており、単語の採用には単に現代スラブ諸語における頻度だけではなく、スラブ書語からの派生も考慮される。また、一貫性を保障するために、規則的な派生システムが適用されている。種の祈りインタースラービク分け、ゼー。ラジオプラハ、2019年1月28日閲覧。バーツラフマルホール、異端の鳥。 ペインテッドバード全東欧諸国の暴力と服従の歴史ナイツオブオデッサノート .com2020 年7月15日閲覧ヤンバンスティーンバージェンインタースロビッチサンプルテクスツステンドットフリー f ットファール2015年1月11日閲覧スラボニック CHRISTUSREX.org 2015年1月11日閲覧。ありがとうございます。